ただ自分に厳しすぎるのかなっていうような気もしますね。かもっと楽天的に自由にもう自分なりにアイデアを出しながら表現していくことで、皆さんこんにちは、サラです。今日は社交的っていうねキーワードがあるんですけど、まあすごい創造性と発想力が豊かで、世の中に、その影響を与えるようなね、そういう表現者の人が多いかなって思いますね。で、まあ楽観的でユーモアがあふれるこういうね誕生数の方の周りには友達が多くって、まあこういうこの人だから蟹座の太陽ね、月のさそり座もそうだけど、誕生数3もそうだけど、仲間とかその周りの人間をとても大切にするっていう人なのかなって思いますね。まあすごいね、なんかほんと、こういう展開です。はい、森本慎太郎さんのタロットの展開、このようになりました。すごいなーって思うのは、もうストーンズのメンバーね、他のメンバーもそうなんだけど、このカードがねよく出ますね、恋人のカードね。でこれってやっぱりなんだろう、ストーンズでよかったっていうね、そういう意味なのかなって思いますね。まあこの森本さんに関して言うと、問題カードからつながってるんだけど、グループに戻ったことが良かったのかなっていう、そういう展開かなって思います。で、まあ動く、もっともっと動いていいんじゃないかなと思うし、ただ自分に厳しすぎるのかなっていうような気もしますね。かもっと楽天的に自由にもう自分なりにアイデアを出しながら表現していくことで、世界のカード、このカードもよく出ますね、ストーンズに関しては。だから世界のカードとか太陽のカードとかカリスマのカードとか、ストーンズのメンバーに関して言うと、結果、いい結果のカードが多い。だからまあ私はちょっとストーンズをね詳しく知らないけど、彼らは本当に能力のある人たちが集まったグループなのかなって思うし、またそのグループ内の仲もいいのかなって気がしますね。まあそんなにべったりせずに、お互いが必要な時に必要な場面で、あまり多くを語らなくても分かり合えるような存在っていうかね、そんな感じがするし、まあこの森本さんに関して言うと、もっと自由に自分を表現していったらいいんじゃないかなって思いますね。まあ最終的にこの世界のカードっていうのは本当に活躍するっていうね、自分の思い描いてたっていうか、世界、そういう世界がもうつかめるっていうね、そういうカードになっています。まあ6人ね、みんなこうやって見てみましたけど、まあ私が思うにはストーンズっていうのはグループとして、一つのグループとしてとてもいいグループなのかなと思うし、メンバー個々に能力が高いっていう、そういう気がしますね。いや、これからの活躍楽しみにしたいし、私もこれを機にストーンズを気にして、まあ見ていきたいなって思います。ということで、今日は森本慎太郎さんを占っていきました。チャンネル登録、グッドボタン、コメントなどお寄せいただいたら嬉しいです。